ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。どうも、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。本日もありがとうございます。昨日のですね、びっくり仰天ニュースから一夜明けまして、改めて、爆竹の決断はエモーショナルだったなと思うわけでございます。エモいなというふうに感じてるわけですね。なんてドラマティックな、もう来春の映画爆竹現象、大変なことになるんじゃないかと思ってます。見応えがあると言っていいのかちょっとわからないですけども、桜井さんの件もあるから。でもすごい、もうエモーショナルな映画になるんじゃないかなと想像しておりますけども、本日はですね、桜井さんが亡くなられてから28日目、4回目の7日法要にあたります。夜7日という日でございます。夜7日とか四七日とか呼んだりしますけれども、7日7日の法要の4回目でございまして、秋起とか言われたりもします。秋起っていうのはですね、何かというと、桜井さんは、まあ、今頃仏の教えに沿って歩き出している頃だったりして、阿弥陀経というお経があるんですけども、阿弥陀経を唱えて、修行をされている頃と言われていたりですね。また仏の教えに従うというね、誓いを立てている、そんな時期って言われてます。そんな時期の意味合いから秋起というふうに言われているんですけれども、阿は阿弥陀さん、阿弥陀さんじゃね、阿弥陀さんですね。南無阿弥陀仏の阿部さんの阿ですね。はい。に、今日はお経の経に、木は木ですね。今の清志郎さんの今は秋起って言われるんですけども、で、亡くなってからのこの7日7日の法要っていうのは、親族とか個人と親しい人などが小規模で集まってね、法要を行うということが多いわけなんですけれども、で、この四十九日までの間を中院と言いますということも、過去の動画では何度かお話はさせていただいてるんですが、この7日7日の法要ですね、なんで行うのか、これも過去の動画でお話ししてるんですけども、個人の娑婆での行いをですね、裁判してるという状態なんですね。7日ごとに違った仏様がですね、それぞれ現れて、お前娑婆ではどんな生活してたんだということで振り返って、裁判が行われるんですね。そこで何か悪いことをしていると、まずポイントがちょっと減ってですね、ポイントがわからないですけど、生まれ変わる、その六道輪廻のどこに生まれ変わるかっていうのはこう決められてしまうわけなんでございますけれども、本来ならこの、究極は六道から脱してですね、こう成仏するっていうのが究極なんですけれどもね。はい。だから桜井さんにはこの成仏してほしいっていうところではあるんですけれどもね、いろいろな説があって、仏教にも、仏教基本的にお釈迦様の教えとはいえ、後付けなんで、後付けでどん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 ついていった教えが多いので、辻褄が合わないところが多々あるんですね、実は。はい。お坊さんね、よく皆さんのお家にも来られると思いますけれども、何食わぬ顔してお説法されてると思いますけれども、実は矛盾点は
いろいろ感じながらお話ししてると思います。こんなこと言っていいのかちょっとわからないですけどね。はい。なので、この7日7日の法要で、個人が裁判を受けているので、で、娑婆にいる私たちは手を合わせて拝むことで、その個人の応援になるっていう感じなんですね。応援。で、応援ポイントを送ってるみたいな感じですかね。なので、追善供養というんですけれども、それをすることによって、裁判を無事、関門突破みたいな、そんなイメージでいてもらえると分かりやすいかなと思っております。追善供養ってよく聞くことあると思うんですけどね。なので今日はそういう、ね、今日に限らず四十九日の間は手を合わせてもらえばいいと思うんですけども、今日は特にその7日節目の時で、ご親族の方々、親しい方々はですね、法要を行ったのではないかなというふうに思っております。この裁判ね、7日ごとの裁判っていうのは一体誰がするんだということなんですけども、7日ごとに、初7日からですね、新皇王という王様ですね、諸侯王、宗帝王、後漢王、閻魔王、変成王、大戦王っていうね、この7人の仏さんが裁くという感じになっております。で、28日目、4人目ですから、今日は後漢王というですね、仏様に櫻井さんは裁判されている、されたのかな、わからないですけど。そんな日でございます。この後漢王っていうのはどんな仏さんなのかっつうと、人の五感ですね。目、耳、鼻、舌、体がですね、悪業っていうのが悪いこととかで、ね、罪を犯してなかったか、そういったことがですね、裁判対象になるわけです。特に妄言、嘘とかに関することを重点的に裁判するっていうことなんですけど、ここに関しても櫻井さんはあれだけ人間ができた方でしたので、問題なく突破してるんじゃないでしょうかと思います。で、この世なのかですね、守護仏がおります。守護仏、櫻井さんについている守護仏、いわゆる弁護人みたいな感じでしょうかね、裁判ということで言うと。それが普賢菩薩、普賢菩薩さんがついておりまして、この普賢菩薩さん、何を特徴としているかというと、忍耐、耐え忍ぶことですね。とか、精進するとかいう意味の精進と知恵ですね。などをですね、持っている仏様で、それを個人に授けるっていう役目も持っております。なので、そういった知恵と精進と忍耐をですね、櫻井さんに今日は授けたはずです。授けてるのか、ちょっと向こうの時間はちょっとわからないんですけどもね、日本時間かどうかはよくわからないんですけども、そんな今日はだから櫻井さん忙しいと思います。忙しいと思うんで、皆さん今日はあれです、もう我々ができることは手を合わせて、できれば西の方向を向いて手を合わせて、ナンバーみたいな、宗派が違うとかね、宗教が違う方は違う拝み方があるかと思いますけども、大体が大多数が南無阿弥陀仏で、
いけるかなと思いますんで、南無阿弥陀仏ってどういう意味かというと、南無っていうのは帰依するっていう意味で、帰依っていうのは、あなたについてきますみたいな感じですね。南無っていうのは帰依します、南無帰依します、あなたについてきます。で、阿弥陀仏はそのまま阿弥陀仏です。阿弥陀さんに帰依します、南無阿弥陀仏、そういうことでございますね。なので今日はそんな日でもありつつ、昨日の大きな大きな決断のニュースもあり、昨日の決断、爆竹現象をね、やるという決断は、これは桜井さんの意思も汲んでだと思いますので、いろいろな意思をね、汲んで、メンバーさん、スタッフさん、ともに力を合わせて、一歩踏み出した英断だと思いますんで、これは本当にすごいことですよ。このわずかな時間でめちゃくちゃ考えられたと思いますし、すごい話し合いがなされたと思います。で、もちろんそれをね、その決断を桜井さんも喜んでいるはずです。で、当日は確実に桜井さんもいらっしゃるでしょう。ですから、もう本当にファンにとってもそうでない方にとっても大変意味のある12月29日になるのではないでしょうか。2023年という年が本当に忘れられない、印象深い年になるのではないでしょうか。ね、永遠はありませんから、爆竹が続くということだけでもありがたいことです。本当に桜井さんがいないから、メンバー欠けてるから、次誰が入るんだとか、そういう次元ではないと私は思っております。そういう次元ではない。爆竹というグループが存続して継続していく、それだけでありがたいということなんです。はい、結果は後からついてきますんで、それはもう時間がおのずと私たちに教えてくれるでしょう。楽しみにしております。非常に。なので、もう星になった桜井さんと今こうやって現世で英断をしてですね、まだ爆竹を稼働させていく、残ったメンバースタッフ、もうエモーショナルですよ。ありがとうございます。そこも含めて、もう素晴らしいものを同じ時代に見させてもらってます。私たちはそれも含めて感謝でございます。今日はその辺で失礼いたします。また動画でお会いしましょう。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。